PM10 のサロン喫茶守備。TY1963 シックスムーン SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの守備です。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私守備の何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。12月17日、残すところあとサロン喫茶のラジオ放送も2回となりました。もう言ってる間に2022年も終わりますね。ここで守備のお部屋情報。まだこたつは買っていません。いつこたつを買うのか、いつこの体にこたつが必要になるのか、その情報を逐一報告していきたいと思います。そんな2022年の12月中旬にまたまた新しい嬉しい情報が入ってきたなと。2023年、来年の7月14日に公開されることが決定しました。宮崎駿監督作品、新作、君たちはどう生きるかという映画が、あの風立ちぬから10年ぶりの新作ということで、宮崎駿さん作品、ジブリ、まだ引退してなかったんだなと。でも本人曰く、引退をしながら、隠居をしながら、それでもやっているんですよという、もはや宮崎さんの中に引退という言葉は存在しなかったんだなと。そしてこの君たちはどう生きるか、原作は吉野源三郎さんの小説、君たちはどう生きるか。宮崎駿さんはこの吉野さんの原作を読んでインスパイアされて、新たなオリジナルストーリーが生み出されたと説明されております。そしてこの公開日が夏の時期に公開をするということは、今までジブリ作品の中で大作というものは全部夏に公開されている。この君たちはどう生きるかも大作中の大作、超大作になるのではないかなと言われております。そして PS 補足情報として、俳優の木村拓哉さんのインスタグラムがこの宮崎駿さん作品新作とつながっているのではないかという匂わせ投稿があったみたいです。それはある投稿で、一冊のグレーブルーな淡いグレーな一冊の台本の写真とともに、名前は伏せてありますが、おはようございます、今日は久しぶりにお会いする監督のもと、とある作業へと向かいます、また現場で会えると思ってなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです、久々の都内郊外のスタジオ、最初は緊張したな、でも出迎えてくれた監督の笑顔のおかげですぐに自分から溶け込むことができた気がします、というインスタグラムの投稿がありまして、ハウルの動く城以来、もしかしたらキムタク&宮崎駿作品がまた見れるのかなと、まあそんな話もありますね。まあでもとにかくこういった情報が何の前触れもなく、何の予告もなく急に伝わってくる、知ることができるっていうのは生きていて面白いなと思います。そして、今週一番
嬉しかった出来事。今週と言わず、この何ヶ月ぶりに嬉しかったこと。ジョニー・デップがジャック・スパローの格好をして写っているある動画、そしてメッセージをジャック・スパローとして話している、誰かに伝えているこの動画、間違いなく今現在のジャック・スパローがそこに存在している、その動画を見まして、ものすごく嬉しかったです。その動画はある病気で闘病中の少年が YouTube チャンネルを持っていまして、でその少年はジャック・スパロー、パイレーツ・オブ・カリビアンを闘病中に、よく見て、このパイレーツ・オブ・カリビアンで勇気をもらった、元気をもらった、ジャック・スパローが大好きという、そんな少年なんですけど、その少年のためにジャック・スパロー本人がメッセージを送ったという動画でした。またその動画を君の YouTube チャンネルにも上げてもいいからね、そしてもちろん君のチャンネルもフォローするからね、僕の海賊の知人たちにもよく知らせておくよ、この YouTube というチャンネルのシステムは、この時代のこういうシステムはよくわからない、ごめんな、とジャック・スパローが言ってるんですよ。ああ、本当にいい動画だなと思います。確かにパイレーツ・オブ・カリビアンという物語はまだ終わってないけど、その映画がこれから作られるのかどうかじゃなくて、それ以上にこの動画は大きいものだと思います。そこに本当に普段のジャック・スパローがリアルタイムにいるっていう証拠の動画ですから、もうなんか映画以上だなと思いましたね。なのでもし、まあね、もちろん映画を作ってほしいという思いはありますけど、その映画が作られなかったとしても何か救われたなと、なんかジョニーありがとうという気持ちでいっぱいでした。はい、今週はいろいろあったな。ありがとうございました。PM10 のサロン喫茶シュビー。それではここで新コーナー、題してサロン喫茶で愚痴でも言っていきなさいよ。こちらのコーナーではその名の通り、日常である愚痴、友人に言うほど、家族に言うほどでもないけど、どこかで言っておきたい、そんな愚痴をシュビーが全部聞きますというコーナーです。皆様、どうしようかな。これは通称愚痴サロン、サロ口メッセージを皆様送ってください。お待ちしています。それではサロ口コーナー一発目、守備の愚痴あります。小さな愚痴です。愚痴というか嫌いなことかな、嫌なことかな。バスに乗っていまして、バスに乗るのは結構好きなんですよ。電車に乗るよりも好きですね。高校時代通学でバスを毎日乗っていたので、なんかその名残もあるのか、バスの中で今日会ったこと
これからあることなどを外の景色を見ながら頭の中で整理をしていくみたいな、ちょっとしたあの時間が好きなんですけど、そんな好きな時間の中でも嫌な部分が一つあるんです。そしてこの季節なんです。それは足元から出る暖房をやめてほしいというサロ口です。あの暖房が嫌なんですね。本当にバス全体、車内の中に薄く均等に広がっていく暖房ならいいんですけど、直であの足元に当たるあの暖房、しかもすごい暑い時があるんですね。暑っていうぐらい、切ってください運転手さん。もうあの暖房がね、この好きな時間の中で唯一いらないなというところですね。本当に極寒の時ならいいんですけど、自分の中で極寒っていうのはあまりなくてですね、まあこれは自分の体質というところもあるんですが、バスの足元の暖房が嫌だというこのコーナー一発目のサロ口でした。ありがとうございます。皆様、サロン喫茶で愚痴でも言っていきなさいよ。サロ口メッセージお待ちしております。ラジオネームを添えて、ラジオネームを添えてメールまたはツイッターメッセージ、 YouTube コメント、そして YouTube コミュニティ投稿でもお待ちしております。メールの送り先は shubi10@gmail.com、 shubi10@gmail.com、 shubi10@gmail.com です。TY19636MOON SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。こないだ街を歩いていたら、そば、年越しそば受けたまわりますという張り紙を見つけて、ああ、そば屋さんなんだなと思った瞬間、信濃のそば、信濃のカツ丼食べたいなとふと思ってしまいました。大阪にあるお食事処、蕎麦屋、まあ、いろんな種類のメニューがあるんですが、信濃さん最高のお店ですね。あそこは、いや、そこのカツ丼をいつも、行くとカツ丼しか頼んだことないんですが、カツ丼が絶品で本当に美味しくて、また食べに行きたいなとふと思ってしまいました。はい、 PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談、雑談など普通のお便り、スピークスピークメッセージ、そして新コーナー
サロ口メッセージをお待ちしています。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は守備がお送りしました。バイビッシュ。